こんんにちは監視を読みませんかえっ、ー、と,しです、えー、と実はあの一回先生が亡くなった時のことをですねお話ししようと思ったんですけども涙が出てし止まらなくなってしまいましてこれはちょっともうちょっと、えー、心の整理をつけてからーですね話すようにしたいなと思って えー、今日は違うことをお話ししようと思います。えっ、ー、と、これ、あの、生、えー、前長寿、一回友吉を祀るというですね、えー、1994年にいい出ました。えー、93年の、えー、3月に先生、退官される。 たんですね神戸大学を。でまあその1年後にですね、えー、まあ、生前弔辞というですね、えー、みんな皆さんの生きてるうちに弔辞をですね <laughs> 追悼文を書いてくれ言ってですね、えー、集めたものです。まあ、それを企画したのが同僚であるあの筧久美子先生、えー、で、えー、ですねあのー えー、私はちょうどちょうどというかまああのー、中国に留学中だったのでああのまあ、こえっ、ー、とそのですね、えー、生前弔辞の文書はまあ書かずじまい、えー、まあ帰ってきてからもですね、えー、あのー、もう、えー、研究者辞めて、えー、教員になるんだと。 もうあのですねえー、まあ声もかからなかったいうことですそれでえー、ですねあの、まあえー、まあ大変分厚いですよこれえー、っとですね300ページ弱あるんですね、えーまあ、大したもんやと思いますで非常にこうですね、えー、有名人、えー これ先生ね、体感の時のお写真です。えー、っとですね、まあ、若い時からあですね、えーねえー、こんな感じ。まあ、えー、で、あのー、ですね、えー、 あのなんでこんな企画をしたかということなんですが人間はですね3回褒められるんだそうですえー、ねいつ褒められるかえー、生まれた時、えー、そして結婚式そして葬式とこの3回は必ずですね褒められるんだそうですところが生まれた時は記憶にない死んだ時はもうあの生きてないから聞けない もう結婚式の時しかですね、あの、褒め言葉をき耳にしないというね、えー、そういうことで、まあ、い生きてるうちにですね、弔辞を,をですね、書いて褒めてもらおう。<laughs> そういう企画で、えー、ですね、えー、されたそうです。えっ、ー、と、まあ、私はもうちょっと教員になって、えー、香川県に行ってしまったので、えー、まあ、先生の、一、え、回、ー、先生ので、ねえー、定年記念については、 もう一つ詳しくないんですけども、それをき、えっ、ー、とね、あの、一回先生の生前弔辞を企画した、筧久美子先生の方のですね、あのー、えっ、ー、と、定年記念行事。これについてはですね、私も、あの、ちょっと、えぇ、ー、あの、お手伝いしたので、えー、あの、 その時のことをちょっとお話ししたいと思います。これ、筧久美子を語る筧久美子学会ということで、筧久美子先生をですね、語学の専門家、教育家、それから、えー、と、ジェンダーのですね、研究者、それからですね、現代文学の研究者、そして古典、えー え、理白の研究者。あ、そして、高純犬の研究者。えー、ね。えー、まあ、そういう面からですね、まあ、筧久美子先生についてですね、えー、あのー、スポットを当てて、えー、ですね、発表しようというね、えー、そういう、う、学会。えー、そして、えー、二部構成でもう、ですね、えー、最後にですね、えー、記念講演として、一回智義先生が、 あのおですね、え筧久美子先生についての、おいろいろな、あ面について講演をされると。まあ、えー、大変盛況のうちに終わるんですけども、そですね、まあ、えー、その学会が、まあまあ、そういう行事が終わった後ですね、まあ、冊子にしようという話になったんですね。あ またたそれが大変やったんですわ、まあちょっともうあの理解関係が絡むからもちょっとあんまり言えないんですけども、えー、資金の面とかですね、えー、あの文字起こしとかも大変やでねでまあ文字起こしなら私も手伝いますよということで私はあの少し一部文字起こしをさせてもらいましたそれでえですね「あ文字起こしって面白いなと」とえー、ね えー、いうふうにいいですね、えー、感じました。えー、まあ、それが私いいですね、文字起こしをする始まりだったわけです。まあ、これからそ、それをきっかけにね、いろいろ文字起こしをして、まあ、特に一回先生の文字起こしするとですね、もう、こう、真剣に聞いてると冗談言われて、プソッとこうね、吹き出し笑いしてしまう。 非常に楽しい作業をずっとさせてもらいました。はいえー、今日はあですね、一回先生の思い出話、筧久美子学会、えー、という内容でした。最後までご視聴ありがとうございました。